はい、皆さんこんばんは、竹本でございます。いかがお過ごしでございましょうね。土曜の夜でございます。はい、こんばんは。はい、皆さんこんばんはでございますね。去られないですよだからどうしたってね、いかがお過ごしでございましょうか。4月も10日、3分の1が過ぎました。もうですね、まあ、通常いつもやってる、あれのやつですよ。ね、今日は一体何の日ですかと。今日女性の日らしいっす。ね、婦人の日らしいっす。ね、らしいです。はい、女性大切にしましょう。しましょう。はい。ああ大変ですよ、もう。いや別に、深くはないです。あと交通事故死ゼロを目指す日ということで、もう大切な日ですよね。今日は親方さんの日で、ありがとう、駅弁の日でもあるということで、
まあ、いろいろありますよ、ね、駅弁の日っていうのはねいいですね。でも最近だからほら地方のローカル線のね有名なお弁当お、ね、あの函館本線のいかめし、まあねとかはあのまだ健在ですけどもね、高崎県、線ですね、高崎線じゃねえ、 あれはなんだ、何線になるんだ、あの軽井沢行く上越線、新越線か、そうそうそう、峠の釜飯弁当ですよ。ねえ、峠の釜飯、はそのあんなかとかな、うんだったっけな？横川。あ、いや横川か。あんなかその手前だ。ごめんごめんごめん。ね、横川でね、ああおじさんおじさんおじさんってあの窓からあの弁当売りのおじさんを呼ぶというね、そういうね風情のあるそういう姿が、ああおじさんおじさんおじさんとか言ってああとか言って、大体バスゲームであの誰か走る走るっていうね、でそのまま置いてかれるっていう、窓からお弁当渡してああみたいなそういう風なパターンがね大変多ございますね、本当にね、はいはいはい、どうもですね、何映像がどうして映像がはいこんばんは、ももこさんの配信中はお風呂で耳さんか、あなるほどなるほど、はい、あいあゆつくようこそでございますね、いやいや、まあ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 、ああインテリアを考える日大事ですね、あのさ何でもええからありゃええと、ありゃええっていうもんじゃないんだわ。まあ例えば、まあ、仕事をするデスクあるじゃないですか、仕事のデスクね、今の話聞いて映像がリアルに思い浮かんだのね、出てきちゃった、 あのホームで置いてかれる悲しい瞬間ね、インテリア、まあ例えばうちのその会社のデスクですけど、まあ基本はそのデスクは俺はね広い方が好き派なんですよ、広い推進派なんですけども、まああの部屋の大きさにもねいろ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 ございまして、ああまあしょうがないしょうがない、まあまあまあ僕はだからどちらかっていうと大きなテーブルが好きなんです、大きなテーブルで仕事をするのが好きなんですよ。大風呂敷広げるのが好き。いやそういうわけじゃない、風呂敷を広げるとかそういうんじゃない、風呂敷って何おばちゃんおばちゃんなみたいな、何でもないです、何でもない何でもないです何でもないですね、なんか広いデスクでやるっていうのが好きなんですよ本当に。ちなみに私のデスクの3倍あります。3倍では効かないと思いますね、奥行きがこれどうなるんだっけ、奥行き900あるのか、で横幅が1500-1600あるでしょ、まあ大きなガラスの一枚板のテーブルですね。そうか、確かに4つ分あるじゃないか、ねえ、机の上はいろいろ置く派ですけど、僕は基本置きたくない派です、今あの置かれてしまってます、ね、置かれてるんじゃないですか、置かれてしまってますね、いやあのね大きい方がね絶対俺仕事しやすいと思うよ、うん、うん、だからいろんなねその自分のだからそのテーブルとか仕事のデスクとかを小さくしちゃうからね、あの飲み物こぼしたりいろんなことが起こるんじゃ、ああもうなんかね、で広いのと僕のテーブル仕事机はガラスなんですよ、で、その引き出しの中のものが全部見えるっていう形にしてやるんで、俺の歌詞は引き出しです俺の歌詞は引き出しにいいんです、引き出しの中にちゃんといいんですね、うん、で飲み物こぼし事件は僕はないです、昔使ってたダイニングテーブル、ああそうですね、僕は自宅の方の仕事部屋の方ワークの方はここのテーブルよりもでかいですね、1800-900あるかな、うん、なかなか入らなくて大変だった、うん、大変です、はいこんばんは、飲み物こぼし事件僕はあります大丈夫なんかお前のマックね、え日本酒吸わして絶対腐食しとるぞ、もうなんか暖かくなってペタペタしだしたって言ってましたね、ペタペタね、そう言ってたな、そういえばお前な、ペタペタしだしたって大丈夫かマジで、
昼過ぎたら奥まで届かなくなりませんけど、いや奥にモニターが32のモニターが2つボンボンってありますんで、いやもう結構そのモニターから手前は70センチぐらいあるのか、ちょっと待って今測ってみような、うん、測ってみような。ね、まずテーブルの幅がですね、1600ありました。すいません、1600です。1600、これだから会社のデスクやつね、デスクのやつですけれどもね、1600あって、奥が、奥が800ですね。ほんで、モニターからの距離がだいたい650ぐらいです。650ほどですね。うん。で32インチですから結構大きいです。でデュアルにしてやるんで、まあ仕事がしやすい。食卓のテーブルみたいな感じですね。十分6人で飯が食える感じですね。一人で食べてます。一人で取ってまーす。やかましいわ。いいんだ別にな。いいんだよもう。一応な、大黒柱やからな。うん、頑張らないかん。うん。そう仕事サクサクね、できるかどうかは置いといてしてください。うん、幅取ってんだから。いや結果でやっぱ示すタイプだから、そうそう、結果で、語るタイプだから、背中で語るタイプね。飲み物よくこぼしちゃダメだよ。だからテーブルが広いと飲み物こぼさないから、こぼしたとしても害がないんですよ。僕はいわゆるモニターとかも、まあ、ガラスのテーブルの上に、レンガみたいなやつがあるじゃないですか。よくホームセンターで売ってあるやつ。で、レンガみたいなやつを置いて、その上に乗っけてあるんで、そこまでは侵食しないっていう。ね、僕の耳が痛いですと。はいはい。だって誰かさん僕の耳が痛いから。いや、それ幅取るのか、仕事しなきゃ。いや、もうでかいことはいいことだ。でかいテーブルでも何度もキーボードにコーヒー。キーボードはですね、僕ワイヤレスのやつ、これどこのやつだったっけな。これバファローですか。バファローだ。バッファローのやつで、キーボードこれそんな高くないやつなんですよ、ね。まあだからもうキーボードとかそういうものはね、使い捨てっちゅうわけじゃないけど、もうでも3年持ってるか。そうですね、3年持ったら上等だよ。俺はこのね、あんまりこう押し込めないタイプは好きじゃないんですけどね。うちの高橋が好きなんですよ、これがね。このタイプが、このキーボード好きじゃないです。俺ちゃんとね、打感がある方が好きなんですよ。だからノートパソコン嫌なの俺。指引っかかるから嫌なんですよ。ノートパソコンは嫌なんですよ。あ、クニちゃんのやつも、あ、いいじゃないですか。うちのデスク幅1600、奥行き700。あ、いい勝負だね。もう一台幅。幅1100のデスクが、こっち向きに置いてます。あ、L 字型にしてやんのね。やる。やるさすがクニちゃん、さすが先生は違うな、やっぱな、現像の仕事さ、そうだな、モニター良くなきゃな、あれだもんな、今な、大変だ。そうなんで、打感がある方が俺好きなんですよ、キーボード。だからジグで言ったらね、赤軸っぽいかな。今だからね、いろいろあるんですけどね、いろいろあるんですけれども、そうなんですよ、ノートパソコンはね、俺なんかね、こうバチ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 って言ってパーンって打つのが好きなんですよ。だからキーボードが壊れるんです。だからパンタグラフ式が好きなの。あんまりパンタグラフ式今ないんだな、あんまりな。パンタグラフっていうか、なんかほら、軸が白とかさ、そういうやつ。そうパチ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 ってパチ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 って打てる、打感が、そうあれですよ、だからさ、メカニカルキーのやつ、この平らっぽいやつはね、好きじゃねえんだ俺個人的にな。お掃除も楽ですよ。お掃除もちろん楽。いやそんなことないって。誰がボスのキーボードの掃除してると思ってるんですか。いや俺はしてないけど。
うん、俺はしてはいないけれども、まあでもな、うん、でもあれだよな、そんなに、うん、そんなに俺強くない。今ね、こんな感じだよな今はね。パッコンパッコンするの好きだよな、グリちゃん。いいよな、パッコンパッコンするやつかな、あのプチ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 って。あ、レビゾーさん、あー、ピンク軸か。あのね、俺マウスはね、消音がいいなと思ってんの。どうしてもやっぱり今ほら、あ、この聞こえる、この音、この音、いわゆるだから、あの、画面切り替えたりする音、これがね、これがね、嫌なのよ。これがいい、この音がうるさいんよ。そうなんだから、もう消音のマウスがいいなとは思うんだけど、このカチッっていう音がね、なんかちょっとね、俺自分個人的に興ざめするんですよ。このね、キーボードを叩く分には、なんかね、売ってる感がないんだこいつ。もうなんかね、今一つなんですよこれも。いらっしゃい。あ、みこちゃんこんばんは、いらっしゃい。なんですよ、ある程度耐久性があってよく働いてくれるやつ。ああ、なるほど、そうなんだよね。なんかあの、やった感っていうのが欲しいんだよね。なんかこう、なんかこう、なんかソフトランディングみたいな、なんかや柔らかくみたいなやつだね。なんかこう、やった感がないんだ、やった感が。やった感ってやっぱ世の中大事やん。なんかなんとなく、ね、こう、叩いてますみたいな、そういう風なこう感覚がね、とても僕は好きなんで、ソフトね、だから昔だったらほら、今はね、みんなもうほとんどね、スマホでさ、あの画面連なってたり、シュッシュッシュッっていう、ね、フリックで入れてるかもしれないけれども、なんか昔の、まあ、スマホの前ですよ、ガラケーの指でカチ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 ってするあの打感が好きだった。だから、あ、ポインターの速度は最速ですね今。短期すぎるんですよ。はい、こんばんは。短期じゃないんですよ。なんで持ったら持ったらいかないかんねんと。だからあのボールにしたんですよね、ボールマウス。ボールマウスでシャキッシュッシュッていくっていうね。これずっと自分の欲しいスピードで普通通常のマウスやってたら手首言わしたんで。手首が手首なんか痛いんだけど、どうした俺みたいなことになったんでね。いや、まあ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 手首がちょっとね、ちょっとあれだったんで、でボールにしたんですよ。歩くのは俺むっちゃ速いですよ。関西人の速さはよう知らんけれども、関西人ですけど遅いです。よう知らんけれども、俺歩くのだけはむっちゃ早いですよね。歩くのは早かったですね。でもね、誰かと一緒に歩いてるときは俺ちゃんと合わせるよ。そらそうじゃないですか。ああ、当たり前じゃないですかね。強く叩きすぎというよりも、なんかこう、ポンって押し込んだ感ってあるじゃないですか。押し込んだ感。押し込んだ感が欲しいんよ。やっぱし。押し込んだ、なんとなくの押し込んだ感って、わかるかな、わかるかな、ね、わかるかな、わかってくれんかな、わかってくれる人なかなかいるかな、ね、わかっていただけるとありがたい。ありがたい、わかっていただけるとありがたい、なんかこう一個のことを やるのに、やったか、いや、すっごいわかりますね。やかましいわ、もう。この廊下に立ってろ。ね、だから、そうじゃないんだよ。そうではないのだよ。ね、そうではなくて。ね、はい、こんばんは。歩くのも早い。いや、だから別にね、その、まあね、要はだから、要は叩く、キーパンチのスピードだけで言うと、多分、その上下の感覚が短い方が絶対早く打てると思うんですよ。
そんなにで指もバチ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 使わなくてもいいいいけれども、なんとなくですよ、なんとなくですよ、わかんねえだろうな、わかんねえだろうな、へいへいへいじゃねえ、古すぎるわ。あ、ちなみにですね、今日ステンレスボトルの日っていうとこだ、象印が制定したらしいです。タイガーじゃないんですね。タイガーじゃない、残念ながらね、サハラではございませんでした。象印魔法瓶です。魔法瓶ってようやく最近ね、あの旅館とかそういうところでもね、そのほら、あのお部屋に入るとあったかいお湯とあと冷たい氷が入ったポットが昔よくあったじゃないですか、ね、なんとなく皆さん覚えてません？あの部屋にね、あのなんとかの間でございますみたいな、こうやって通された時にね、なんかこれあのお茶、なんかこう魔法瓶に入ったやつと、それとなんかこう冷たい氷に入ったやつと、なんか2つなんとなく記憶にないですか皆さん？全然記憶にない、ないね、ないんだ。70年代っぽい。そう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 。ね、で、注ぎ口の反対側のところの やつを、親指でクイッと上に、だから持ち上げて、チューッと注ぐみたいな。そういうやつです。そういうやつですよ、皆さんね。ありますか？それ。それ、記憶にございます？もう今じゃね、見ないですよ。記憶にございません、ね。あったかい、沸いたお湯を、その魔法瓶の中にドボ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 ッと入れて、上でパッカンって蓋するやつ。あの白いやつね。ちょっと黄ばんだようなやつな。あれあれ。それパッカンって、パッカンってやって、上、ほら、あの、最近のやつだと、キュッ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 ってあの上の蓋回すのが、ごく最近、最近じゃねえな、あれもちょっと前だな、何のタイプになったんですけれどもね、まあ、最近じゃほらあのビーっていうあの電子的な、ね、あの注ぐボタンをポチッと押したらジャーっていうね、寿司屋さんのあれみたいなやつ、回転寿司のアホービン持ってますが、いいな、あ、職場それですか、いいな。はい、こんばんは。ねえ、なんかね、こうそういうところになんかこう郷愁を感じてしまうよね。うん、今うちの事務所にあるその湯沸かしはあのティファール使ってるんですよ。ティファール、ティファール使って、なんかこう後ろのところをポンって、ボタンを押すと、なんかあの上蓋がパッカーンって上に上がるやつ、パッパンって上がるやつね、あれですよね。おお、なんだと、せっちゃん髪の毛報告、老眼でよく見えるんでスマホで頭皮を節制して拡大してみたら毛穴がブツブツとイチゴみたいに埋まってきてました。あ、素晴らしい。毛根が生きてるんだからちゃんと復活するさ。毛根が生きてない人もね、いやいやいろいろね、ティファール沸かしてきた。なるほど、そうそう、鏡みたいなね、加工がしてありましたよね。ああ、美香子ちゃん覚えてる、こう旅館のポットの冷たい水ね、あの振るとね、シャカシャカって振るとね、カラカラっていうあの氷の音がするね。あれね、中身が少なくてな、ね、そういう問題じゃないんだ。そういう問題じゃなくて、ああ、まあそういう、なんか、でもなんとなくそういうのにこう、郷愁を感じたりするんですよ、これが。昆布茶、昆布茶いいね、昆布茶いいね、昆布茶にあられを散らして飲むのが僕好きです。あ、番茶でも、玄米茶でもいいな。魔法瓶、魔法瓶いいですよね。なんかね、本当に、さっき純ちゃんも言ってたけど、ネーミングセンスがいいね。ネーミングのセンスがいい。うちにもあったね、あったかいお湯がなんかこう、なんかほら、赤のね、あの夜間で沸かしたやつと、あの魔法瓶にこうジャバ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 って動く、入れる時にこう火傷するから気をつけろって散々お袋にね言われましたけどね。そういう時代、いろんな時代がございました。ピーピー鳴る夜間っていうのはね、未だにありますよ。あれはやっぱほら、まあ、危険防止でもあるけど、今のその、まあ、新しいこのガスコンロっつうか、ああいうやつ、なんかこう沸騰抑制じゃないけど、なんかこう温度センサーみたいなのがついてるからね、危ないことにはならないとは思うんですけれども、
やっぱりちょっとね、まあ、ピーピー夜間はね、いまだにあると思う。大体、しばらくあれ使ってるとね、口のところのピーの部分がね、だん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 こう、緩くなってくんだね。で、スキッパから抜ければ、スーみたいな音になってくんだね。かわいそうにね。というわけでね、一曲、この辺でお聴きください。どうぞ。はい、ありがとうございますね。ガラスのヒールお聞きいただき、あーブルームンちゃんありがとうございますね。いやいやいや、早くね、本当に通常でこういうライブがねできる日を、それまでちょっとな、体力をな、がっつり鍛え直さなあかんなというところでございますな。皆様いかがお過ごしでございましょうかね。あ、フグ茶と、あ、食べた、フグちゃんどうやった、フグ茶。
ちょっと、ちょっとあの感想、そうだな、50文字ぐらいで書いてくれる？ブグチャ、ブグチャめっちゃうまかった。そんだけだよな、本当にな。めっちゃうまかったろ。あれは早く食っちゃうよな。あれは、あれうち注文したちゃんと。ももさん頼んどいたやつ。あ、はい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 。あ、頼んでねえなこの野郎。注文してねえな。本当に本当。もう本当ね、一軒さんとねももちゃんすっごいわかる。あの歯が長い時はだいたい頼んでない時なんだよね。なんで一軒さんはね、いや聞いてる分かって、冗談じゃありませんよっていうね。本当に。そうだ、忘れとった。アホ。もうなくなってまうやんけ。4月いっぱいやど。うん、え、うちの職場で20食。わあ、すごい。ブルームちゃん頑張った。あれは絶対喜ぶよ。うん。あれはね、間違いなく喜ぶと思う。うわ、いや、いいなあ。ふぐちゃん漬け、月曜日。あ、いいね。いいね。あ、俺が電話するわけいかんじゃろうが。竹本ですけども、すいません、送ってください。まず、緊張するやろうが、先方が。竹本ですって言わなきゃよかろうが。じゃあ、だから、あの、宛名どこですかと、竹本ですって言うしかなかろうが。バカチン。誰かちょっと、住所。もう。そうなんですよね。うん。それはできないからね。いや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 、あ、お方ってああそうかそうかさ、県産品店今やね、あの8日からかな、やってたからね、行ったんだね。よかったよかった。あ、俺が電話したらね、いろいろみんな緊張するやろうが。あかんってだからな。もうそういうことで、でも先方に気ぃつかしてもあかんやろ。うん、そういうことそういうとこやぞ、気ぃつかないかんのは。ああ、そうなんだよ。いや、これね、あの間違いなくうまい。あれはうまいわ。え、何、ふぐ茶とかんざらしか。ああ、いいねいいねいいね。うん、うちは明日届きます。あ、素晴らしい。配達予定の電話。ああ、やっぱ伊藤ちゃん豆やな。そういうところがな、やっぱそういうところがな、評価されるとこやな。まあ、ちなみにあの伊藤ちゃんのうち、まあ、個人情報やから細かくは言わんけれども、言うちゃあかん。あの俺が住んでたところの、まあ、小隠れ団地っていうのがあるんだけど、そこの出口のとこや。そういうのはもうめちゃくちゃ情報ですよ。いやいや、あの友達にあのチャヤっていうのがいたな。あのチャヤんちのちょっと上の方や。個人情報。ごめん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 。ふぐ茶、あ、ふぐ茶の話についていけないよ、こちゃん。詳しく説明したろうか、わしが。うん。長崎のな、あの、五平太。ねえ、あの、居酒屋五平太の方はね、うん、まあ、あの、コロさんの影響で、まあ、一応だから、まあ、のれんは閉まったんだけれども、ね、ね、まあ、その代わり、仕出し五平太っていうね、あのそのまあ、いわゆるお弁当とか、あ、そういうものを頑張って開発してるんですよ。で、その五平太が、あ、先日ね、うちの事務所に送ってくれたんよ。これがね、ふぐ茶漬けってのがあって、ふぐ茶漬けって大体であのご飯もちゃんときっちりと冷凍されてて、フリーズっていうか、あれ冷蔵か、普通の冷凍か、冷凍やな。だから、あの、何も用意せんでも、そのままお湯さえあれば、ふぐ茶が食えるっていう、そういうパターンやったな。まあ、一応、ご飯はレンチンしたんやけど、んで、だいたい、でも、そういうののさ、あの、お茶漬けにくっついてる飯ってのは、白飯やろが。な。で、白飯なんよ、これが。普通はね、うん、普通は白飯なんよ、そういうとこでくっついてるご飯っつうのは、お茶漬けのご飯やから。それが五平太が送ってきてくれるフグ飯ですよ。フグの炊き込みご飯を凍らしてやったやつで、それをチンして食ったら、まあ、そチンだけで匂いがもう半端なくて、いや、それに、フグの切り身、これちょっとね、若干漬けてあると思うんだけど、そいつが7枚乗っててね、うまいんだわ。ね、そう、ふぐ皮と、あと、そのほら、ごま、大葉、
あとは梅、海苔、梅、全部セット。あとごまだれ、うん、これをかけてお湯かけてなんつったらもうたまらんよ匂いが。あで、それを前回の配信の時に、すいませんけどつっていただきましてですね、全くもって申し訳ないなと思いながらも美味しくいただきました。すいませんね、美味しゅうございました。全くね、前回ツイキャスでフグ茶漬け食べてみんなからだいぶやかましいわ。もう腹減っとったやわし。ね、いや本当に美味しかった。あれは美味しかった。ボヘータのフェイスブックのリンクを貼ってやる。うん、あれはうまかったよマジで。ボヘータで伊藤ちゃんの、ボヘータっていうのは店の名前だからね。うん、いやもう本当に美味しかった。あで、4月いっぱい、4月いっぱいぐらいまでフグを取っておいてくれるっていうからほんでその間は注文受けるよって話をしとって、もうねすごいっすよ。いや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 、まあだからね試しに、ね、騙されたと思って食べてみてください。人のアカウント勝手に人のアカウント勝手にアップすなっつうんだよね。一番早いですよ。まあ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 情報早いからね、というので大変おいしゅうございましたということでございましたね。いやいやいや、おう、はいはい、めちゃめちゃ美味しいですからぜひ。もしもし、どちら様ですか。ベルリンでもシベリアでもない曽我です。お疲れ様でございます。小田原の曽我です。はいはい、小田原の曽我さんでございます。どうも、皆様こんばんはでございます。どうも曽我でございます。いやお姉さん、フグ茶漬けうまかったぞマジで。なんでうちに送ってくんないのよ。いやでもスタッフで終わったから人数何ひどいんだ、呼んでよそういう時は。もう、うん、伊藤ちゃん、いやいや、あそう、可愛い女性ではないです。可愛い女性ではございません。可愛い女性ではございません伊藤ちゃんね。残念。私の後輩みたいなもんですよ長崎のね。でも全然若いんで、あ頑張ってますよ、やりてて頑張ってますよ。いいっすね。いや抜群にうまかった。居酒屋さんでそのフグのそういう、いやだからあの居酒屋ごへいたってやってたんだけど、はいはい、やっぱりコロさんの影響でね、のれん畳んだんで、まあ、それで仕出しとか、はいはい、仕出しとかもあの別事業部でやってたのよ。もともとやってたのね。そう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 、そこに来て地方発送もできますっていうことで。そういうことですよね。おいさんはね、まだ肉食わしてくれてないから やらない。なんだその敵対心は。深堀町の方はあるんです。肉食わせなきゃ食わしてくんないのか、フグを。そりゃそうだ、当たり前じゃん。さっきにフグでしょ。いやいやいや、そんなことないですよ。フグ食べたいよ。何言ってんですか。いいな。むっちゃうまかったですよ。あ、ほんと。いやもう、抜群にうまかったですよ。ねえ。いや、まあ、おじさんもね、長崎に連れて行くことができりゃね。いいんすけどね。いいんすけどね。あれ、長崎はもともと、フグの、なんていうのか、養殖？日本一？そうそう、日本一、日本一。広島とかじゃなくて、あの下関とかあっちじゃないのね。あ、下関とかじゃフグの養殖はしてないです、うん、あそこに上がるやつが、下関、山口のフグって言われて、まあ基本大きいやつで上物っていうのはそっちに流れていくんだと思うけど、なるほどなるほど、でもやっぱりそれ以外のものとか養殖のものとかいうのはいろんなとこでやっとる。で今長崎のその、外海の方じゃなくて内海の方ね、あっちの方、はい、波穏やかで海で、はいはい、あの豊かなんで、そこで、はいはい、フグの養殖をしてるっていうところだね。あ、いいですね。うわ、まあ、最高ですよ。もう、もうね、現地でね、行きたいね。本当ですよね。おじさん長崎来るんだったら自腹ね。なんだよそれは。いやいや連れてってよ。いやいや、連れて行くけど、チケットは自分で買ってね。チケットは自分で買って。
よかった、まあ、現地集合、現地解散じゃないんだけど、まだいいけどさ、勝手に来て、勝手に帰ってって、それはないよなって言って、勝手に来てな、じゃねえって言ってね、じゃねえって言って、じゃねえって言って、あるあるある、大いにあるから、大いにあるから、大いに、そうだ、ああ、そうだね、てっちゃん、広島牡蠣だね、広島の牡蠣もうまいぞ、いいね、うまいっすね。広島去年行ったかな、出張でちょうど行って、ああいいですね、いい思いをさせてもらいましたけども、いいですね、やっぱ地方でね、いい感じですよ、ね、うん、美味しいものあるからな、いやー、ね、本当にいろんな美味しいものを、まあ俺はそんなにね、まあ、自分のツアーで行った時にはあんま美味しいものってのは食べとかことはないんですよ、はいはい、大体サイゼリアとかその辺がメインになるんですよ、あ、やっぱコンビニ弁当とかね、まあ、あのおじさんも何度も付き合わされたと思うけれども、まあ時間が時間だからしょうがねえんだよな、しょうがないですよね、うん、だって終わるのが10時過ぎるから店やってねえんだもん、そうなのよ、もう時間との戦いだからな、当日はしょうがねえ、ね、本当に、まあまあまあ、だからね、まあそれは致し方ないというところだけれども、うん、ね、まあ全然それをね別にして、仕事別にしねえとね、うん、うまいものは食いに行けねえよ、そうだね、本当だね、うん、のんびりと温泉浸かりながらフグ料理食べてとかね、うん、やってみたいね、あーいいですね、雲仙とかいいよ、雲仙とかいいな、うん、あの雲仙の地獄はね、ほら、あの大涌谷の地獄になんとなく風情が似てるから、おおほう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 、なるほどなるほど、ああいうなんかの煙がもくもく来てますよ、煙がもくもくで、いいね、温泉らしくていいですね、ああいいっすよね、えおじさんが今喋ってるみたいになってるよ、一応、おこれ、あ、あ、うん、あ、本当だ本当だ、レベルメーターっていうか音声メーターか、これは、ああそう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 、ほんでそのフグ茶漬けが972円ってどうよ、うん、ねえ、本当良心的な900見ながらね、もうフグあんだけ入ってて、炊き込みご飯もフグやの。ねえ、いいね。いや、すごかったですよ。いいね、美味しゅうございました。駅弁レベルだね。うん。本当でも駅弁1000円でなかなか買えないよ。そうなの、今、1000円を、ね、悩むくらいだよね。やっぱ1000円オーバーしちゃうもんね、うん、駅弁もね、うん。ちょっといい駅弁、なんとなく、ほら、あの温めましょう駅弁とか。いろいろ結構なお値段するんよ、そう、特にご当地もののね、自慢の駅弁はやっぱいいね、うん、お値段するからね、いやいや、うん、それに比べたらフグのいいね、それね、これすごいですよ、ね、いいっすね、かなり満足しました、ね、良心的な価格で、いやね、おじさんも取ってみたらどうかな、取ろうかな、なんか食べたくないって、だってみんな皆さんなんかね、お取り寄せいただいてて美味しい美味しいってさ、うん、今日国さんもなんかアップしてたな、あ、マジで、うん、あげてたよ、あ、クレちゃんあげてた、めっちゃうま、うん、うまかったって写真つけてさ、そうか、後からちょっとチェックしてないかな、わしチェックしてる、はい、だってちっちゃいな、おい、はい、二言かい、二言だけかい、なんかうまかったうまかったって、もうみなんかそこら中でこう、うん、いやだってうまかったもん、マジで、いや俺だからほら、あの根っこがすくんって素直だからさ、あのまずいものはまずいって言っちゃうから言っちゃうからな、確かにな、こんなまずいも食えるかこれは食えねえなって話をするから、これは食えねえよなっていう話はまああるから、あ、写真はスマホで適当に撮ったなんでそこで、なんでそこで用意し、あとかでもあれライト当ててると乾いちゃうからな、そうだね、ダメだな、うん、やってるうちにそう冷めちゃいますよいやでもあれは多分ね、おかみさん喜んだと思うよ、うん、一緒に食べたんだったら、ねえ、ね、なかなかないっすよ、ね、これが、いやいやいや、ねえ、あのうちも早くちゃんと早めに電話しといてくださいね、はい、お願いします、ね、4月いっぱいぐらい、あのね、通常だと冬、あのフグって寒い時期のやつだから、そうだよね、もうね3月ぐらいで終わりなんだよ、ああ、たとえ養殖とはいえね、やっぱり、うん、やっぱ季節変動があるもんね、やっぱり旬があるから、そうだよね、でそれをだから、うん、あと今回あのこういうのがあるからっつって4月まで取っといてもらってんだって、はははは、なるほどなるほど、うん、
いやいやいや、だから特別に養殖で取っといてもらってるフグなんで、ちゃんと脂も乗ってるし。あら、せんちゃんありがとう、お茶ありがとう、すいません、ありがとう。そうですよ、やっぱもうね、今食べられない、もうそういうものやっぱりもうすすって食べたいよね。今だからっていうのやっぱり。いやいや、あのねまずかったら人に勧めねえよ。そうだね、美味しいからそんなに言ってんだよね。俺はそんなにお人よしじゃねえよ。確かに、そうそうなんだよ、美味しいものは美味しいのよ、本当に。そう、うまいものはうまい、うまいってやっぱり言う、それは素直な気持ちじゃないですか。そうまずいものうまいっていうさ、なんかこうステマみたいにね、やる人もいるかしんねえけど、あら冗談じゃねえよと。ああ、これね、例えばその人がそれ買ってね、食ってみて、おいおい竹本はこのレベルをうまいと言ってるのかと。宣伝で終わっちゃうじゃねえかってね、それじゃね。こんなレベルのものをうまいと言ってるのか、おいおいって言われちゃうと、そういうことですよ。ああ、やっぱ人格疑われちゃうから。そういうことですよ。ああ、だから、いつも言って、本当に僕は美味しい時しか美味しいって言いませんっていうのはもう常に言ってるんで、ああいうその通販番組のオファーが来ないっていう。正直者は損をするって。いやだからいいじゃん別に。そうそこまでしてね、嘘はつきたくないもんね。そうだよ、そうだよ。あっ、クニちゃんのやつ見た。おい、あ、うまそうや。あ、ちゃんと器移し替えてるじゃん、うまそうや。見た、そうなのよ、国さんも。いいじゃん。まあ、だって人はね、やっぱりさね、いくらお仕事とはいえどもね、よくね、皆さんいらっしゃるよ、あの食いしん坊万歳とか、はいはいはい、いろいろね、昔いろんな方がやられてたよ。ね、ほんで、やっぱり美味しくない時も時々あると。あれだけやってれば多分そうだよね。それで、ね、逆にだから番組用にっつって地元の人が頑張っちゃった料理もあると。なるほど。頑張っちゃった料理はさすがに、いやー、これは独特の味ですねってい う、独特な味ね、ものは言いようだな。これもう好きな人にはたまらないでしょうっていう柔らかい言い方な。そういうことですね。いやもう俺は本当ね、根っこが素直なんだね。一口食って顔に出ちゃいますよ。いやー、俺はダメだなって言うと思う。でもさ、昔さ、矢田さんがさ、青汁だっけ、はいはいはい、青汁、あ、まずい。でもまたそれも逆効果だよね、まずいけども、でも薬だなと思ってさ、そういうふうに考える人もいるもんね。いや、あれはほら、一応ね、効能がいろいろついてるじゃないですか、いわゆる能書きがあるから、まだそういいんだけど、おもてなし料理に能書きはいらねえだろって話だよね。そういうことだね、確かに、ね、おもてなし料理に能書きはいらねえから、いらねえ。だからまずいものはまずいって。うん、まずいですね。これは僕はいらないですって。プロデューサー怒るだろうな。いや、だから俺にはそういうオファー来ないし、うん、だから昔からドッキリとかのオファーも一個も来なかったっ。だったと、ガチで怒るから。そうだよな、やらないとふざけんじゃねえよとか言いそうだよな。ガチで怒るから。バカにすんじゃねえとかって。いいことと悪いことがあるんだろうみたいな。ちょっとそこ座れみたいなのが始まっちゃったりするからね。うん、ね、本当ですよ。そういう依頼は全て断ると。そういうこと。当たり前じゃない、あんな冗談じゃねえよ。冗談じゃありませんよこれ。本当にドッキリしちゃうわ。本当に、いやもう、いやいや、まあまあまあ、でもね、やっぱりこう根は素直っていうのがいいっすよ。根は素直だから、今テレタマでよくね、取り寄せクラブとかで、はい、もうようやくですよ、木曜日に試食が来るようになったのが。なるほど。ああ、でそれで食べて美味しかったものはちゃんと美味しいっていう。なるほど。
美味しいっていう。でもやっぱそれなりのものやっぱああいう番組だからね、うん、お取り寄せの場合は、うん、だから、うん、あのちゃんと食べて美味しいと思わないものは出さないっていう、そういうことよ、もそもそも出さない、そうだよ、うん、そういうことですよ、まあ、それが大事なんですよ。だからそうじゃないとさ、本当ですよ、いやいやいや、やっぱ嘘はついちゃいけねえ、嘘だけはついちゃいけねえ、そういうことです、ダメダメ、ね、嘘はついちゃいけないんですよ。さっきほら、せっちゃんがね、頭髪、まあ、治療の影響でね、髪の毛が抜けちゃったっつって、はいはい、で、はいはい、カメラと撮ったら、なんか、いちごのブツブツみたいな毛根が頑張ってるねって話して、そうです、ああ、よかったねって話、もう、ね、いう話、ああいう話をして、はい、ああ、だからおじさんじゃないから大丈夫だよっていうね。失礼なことだ。俺も生きてるよ。そばの毛根もとりあえず生きてますよ。いやいやいや、おじさん多分ね、いやいやいや、5割減ぐらいだと思うけど。いやいや、細々と生きてますんで。あ、細々と生きてるんだ。細々とね、もう、我が生活と同じくね。細々と生きてるんです、ね。そうなんですよ。もうああ、なるほど、なるほど、なるほど。細々と。細々と、文字通り。ね、嘘をつくと、さあ、最後、舌を抜かれます。ついでに毛根も一個抜かれます。やめてくれ、それだけは。細々と生きてるのに。いや、もうダメだね。いや、もう毛根さえしっかりしてるや。そうですぐ生えてくる。いいじゃないですか、一時期、ほら、エイリアンやった時のシガニーウィーパーみたいで。どんな時？あの坊主にしたじゃないですか、シガニ。はい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 、はい、あれかっこよかったよ ね、女の人でね、顔立ちがバキッとしてっから、そう、彫りの深くてね、きちっとした人はやっぱ似合う、何しても似合う、ね、何しても似合う、シガニウィーバーはかっこよかったよ、あれ。そうですよ。おお、どうしたんだろうと最初思ったけどね、かっこいいよ、うん、でも似合う人も、まあ、ね、宇宙飛行士の役をやるからっつって、キャーって、ああ、毛根が毛根って、そこ、困る。せっちゃん、入れなくていいよ。入れなくていいよ。あ、もう、このから先は、おじさんに対する悪口になっちゃうからね。毛の話はするなって。そうそうそう、悪口になっちゃうからダメだよ。そうですよ、また。ダメだよ。悪口じゃないけどね。おじさんはブルース・ウィルス、あ、言い方な。そうそうそう、物はいいよ、だって、ああ、言い方、言い方、ね、ブルース・ウィルスだったりね、いろいろありますから、うん、弟さん、この生き別れの弟さんの毛も今はないっていう話、うん、今はない、皮肉なもんだよね、やっぱり兄弟だよね、本当だよ、兄弟です、血は争えないよ、血は争えない、だから俺がこの前松方棒をあげたじゃん、あ、夏場暑いか、いやいやいや、まあなんとかなるでしょう。夏場はちょっと暑いかな。なかね、ああ、蒸れちゃうんじゃね、あれ。やばいね、それで、ね、また毛根。蒸れちゃうとまずい。これ薄いやつないのかな。メッシュ松方棒はないのかな。無理だろうね、それはね。ああ、難しいな。物理的に無理だな。そしたら髪、あれ上についてるふさふさもなんか。パサパサになっちゃいそうだよね。ああ、そうだね。なんかたわしみたいになっちゃうかもしれない。剛毛、剛毛みたいに怖いわ。ねえ、というわけで明日おじさんよろしくお願いしますね。そうですね。まあおじさんの時間があればって話だけどね。やめてよ、勘弁してよ、作ってねちゃんと。いや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 、そんなことはね。そんなことはじゃ。いや、ガクちゃんのピアノの方はもうしっかりしてるからね。早めに。いやいや、だから全然合わせてないから。ガクちゃんともそうか、それほどやってない、ね、そうだよ、去年の夏以来だもん。そうだよね、うん、そうなのよ。だから、いやー、おじさんの時間残るかな。勘弁してくださいよ。疲れちゃったらもう。やめてくださいよ、疲れちゃったって、ね、時間があってもやめたとか言いそうだよな、全くな。あやめてくれよ、もう勘弁してくれよ、もう。まあ、あとは口頭で。本当ね、それじゃいつもと一緒じゃんかよ、いつも通りがいいじゃないですか、いつも通りが。いやいやいや、今日きちっとやんなきゃいけないんだから、あれ、あれ何、みかこちゃん、毛根、先週末、後頭部に2箇所ハゲ発見、あら、ストレス溜まってんじゃないのか。ねえ、こういうご時世だからね。ねえ、
ツイキャス聞いて笑ってね、ストレスをね、おじさんの頭のこといじってもいいから。そう。俺をいじってストレス発散してて。あ、すっきりしたとか言って。あ、すっきりしたっていう。やっぱりね、円形脱毛症はね、精神的なもんですからね。確実にそうですね。それはもうストレス、うん。おじさんやったことある？あるよ、昔。なの。え？あったな。それきり？あのね、いや、じゃそれ聞いちゃっちゃう。あ、違う。でも、あの、でっかいのじゃなくて、なんか、砂利パゲみたいなのが、10円パゲみたいなやつなんか、ちょのができたことあったけど、でも、すぐ治ったな。あれ、いつからだっけな。うん。まあ。いやー、これね、あのね、ストレスなんだよね。あるある、あるあるですよ。なんか人間の体って不思議だよね。本当に。まあ、正直って言う、正直だよね、体はね。正直だよね。もう特にだから後頭部なんて言ったら絶対気づかねえだろうね。だから自分は分からないね。だから言われて気づくような。おじさん、頭頂部気づいてないもんね。頭頂部全然気づいてないよ。誰かさんが上から、なんか、ひんひんニコニコしながら上からスマホで写真撮ってて初めて気がついたっていう。それは俺じゃないから。いや、それはね、うちのチーフだから。うちのチーフが写真撮ったら、あれ、写っちゃいけないものが写ってしまいましたって言ったから、何よ、なんか心霊写真でも写ったんかいって。失礼しちゃうな、まったく。やったわけじゃない。いや、俺はもう知ってる。なんか急に静かになって、あれと思ったら、なんか上、頭の上ので、なんか、へへへとかなんか言ってる。カシャとか音がしてるんだよ。失礼すぎて。そう、本当に私は猫じゃない。会話が途切れるっていう。そう。まあ、いずれにしてもね、ほら、脱毛症っていうのはちゃんと生えてくる病気ですから。円形のね。脱毛症ある。そのままこうとわにさよならっていうわけじゃないですから。ないですからね。私とは違いますんで。ザビエル、ザビっちゃったやつ。ザビってる。いや、でもね、おじさんはまだアルシンドにはなってないよ。うん、まだスカスカじゃない、ね。あ、子猫ちゃん、ありがとう。ありがとうございます。いや、すっかすかじゃないですね。だいぶ薄くなってきちゃったからね。うん、だから、深刻になるっていうのも当然ね、だって毛が抜けるのが大変だろうけども、そこまでだから逆に深刻になっちゃった方がまたストレス溜まるんだよね、これはね。まあかもしれないね。うん、よくない、よくない、よくない。うん、ストレスは溜めたらあかんよ。でもね、まあ前も言ったかもしれないけど、ピオちゃんはさよならしたんだって。さよならしたんだ。そうですね。もうグッバイ、グッバイマイロンリネス。思い切ってね。それもまたいいです。うん、すっきりと。何、風呂上がりでてっぺんに結んでたらお母さんはげてる。あ、襟足に近い方なんかな。ああ、そうか。妙によってはね。ねえ、あら、水戸さん、こんばんは。まあ、いいタイミングできたわ。ピオちゃんはさよならしたんだね。いや、もう今でもね、そう、こう、うち、ね、頭の薄い人多くて、だから新幹線通勤、今ね、コロナなんでガラガラですけど、昔、小田原で乗ってね、品川までずっと行くと、うん、結構人がもう座ってるわけですよ。はいはいはい。それで後ろから乗ってると、頭だけ見えんのね。うん。サラリーマンばっかりなの、朝の新幹線って。うん。とこうやって見るとさ、ハゲハゲまとも、まとも、ハゲ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 、まともとハゲ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 、ずっとね、カウントしてる。もうね、それ、オセロだったら乾杯してるから。そう、もうね、乾杯に近いくらい、ハゲハゲまとも、ハゲ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 、まとも、まともと。ダメだって。すいません。ダメだって。それで空いてるところが、あ、いないなと思ってそこに行って座って、ね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。今はもうね、もうガラガラなんで、もう好きなところに座れますけど。まあ確かにね、新幹線の座席っていうのはちょうど頭頂部がよく見える。よく見えるじゃん。頭しか見えないからね。ような感じなんですよね。と、目立っちゃうんですよ。ハゲの反対語がまともっていうね。すいません、ちょっと、コメントにミスがございました。本当だよ。ね、ミドコンちゃん。ミドコンさん、あれ出しといて、あれ。何あれって。あれ出しといて。こっちにですね。なあ、本当にな。
ああ、高見、毛根を以前よりもしっかりと洗うようになりました。大事、大事なことやで。でもね、それだけじゃないんだよね。そこ、それだけじゃないんだよ。それだけじゃないですよ。そうですね。はい、それでは、それだけではございません。やっぱり日頃からこうストレスをためないようにということ、もう本当もそういうの大事、大事、大事。松尾さんだって今、ふさふさだけど、わからないよ、10年あれね、論言にしてると抜けやすいからね、気をつけろ、高見、ね。気をつけて。本当に落ち武者みたいになっちゃうからね、気をつけてね。本当に。まあ、ね、波平さんだったらいいんだけどね、あれだったらね、まあ、いわゆる落ち武者系になっちゃうとね、なかなかですから。ね、そしたらもうピューちゃんみたいに。あ、こっち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 、水戸黄門さん、これこれ。水戸黄門さん、これ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 。これ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 。ダメだよ、これは。これ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 ね。落ち武者、落ち武者ヘアね。落ち武者ヘアですか。落ち武者ヘア。怖いわ。そう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 。もうね、聞いてくださる方々がね、いろいろな武器持ってるとね、すっごい助かる。そうすごい助かる。いろんな武器持ってんで。あ、高見、その時はちょんまげにします。あ、ね、本当だろうな。お前、本当にそれ言える心の強さ持ってるだろうな。メンテナンス大変だよ。心の強さ持ってんだろうな。俺のほら今一緒にやってるお侍ちゃんもそうじゃないですか。ですよね。お侍ちゃんもちゃんと中取りきっちりやってるから、あれを家で過ごす時のこう、うん、心の強さって大事だね。そういうことですよね。うん。そうですよ。曲げをだって小向いた時は。本当すごいだろうね。肖像権は大丈夫です。肖像権、肖像権ということがない。私自身のこれね、あ、なるほどなるほど。いやいいじゃないですか。いやこれさ、真ん中にないやだからこれ逆にね。うん、あ、海老蔵さんおやすみ。これ真ん中逆これね、水戸黄門さんのこの写真、これ立場が逆だったら全然違和感ないんですよ。なるほど。いわゆるだからモヒカンね。うん、うん。もう両脇沿って頭頂部だけが長いといわゆるなんかパンクみたいな感じするじゃないですか。そうだよね。ああ、俺ってね何の違和感もないんですよ。ないんだよね。これ逆になっただけでなんでこんなに笑えるのって、ね。本当だよね。逆モヒカン、ソフトモヒカンとかあったからね。逆モヒカンもあっていいんじゃねえかなと思うんだけどね。本当ですよ。ああ。不思議だよね。そうなんですよ。いやいやいや、もう、あと、野江さん、ちゃんと血液検査とかの結果大丈夫だったの？何、血液検査って。死体血の？うん。はい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 。とりあえず、ギリギリを保ってます。相変わらず。うん、ギリギリ。ギリギリですよ。そう、ああ、これそうそう。見とこさん、ソフトに、モヒカンは、ソフトモヒカンってのあるんですよ。完璧なモヒカンっていうのは、100と0じゃないですか。100と100対0だから毛があるとこは異常にあって100でないとこは反り上げるんですよ、はい、これがもう完璧なモヒカンですね、はいはい、でソフトモヒカンっていうのはグラデーションをつけて真ん中をこうキューピーさんみたいに持ち上げてる、それがソフトモヒカンですね。高尾、メンタル鍛えても大丈夫か？お前その辺のメンタル弱そうだからな。本当ですよ。なんかもう立ち直れなくなりそうな気がするな。その時になってみなきゃわかんないよ。ちょっと心配だな。高尾もちょっとね、毛質的に心配なんだよね。なるほどね。あ、ピオちゃんソフト脱毛だって。なんかピオちゃんが言うとぐさっとくるな。おえさんは今ソフト脱毛中で。失礼だな。部分脱毛、あ、部分脱毛か、ね、部分脱毛か、ごめん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 、包丁部が限るとかさ、そうそうそう、危ないよもう、脱毛のなんかアルファベットにいろいろあるじゃないですかね、なんだっけ、ギャランドゥ、そうそうそう、ビキニですか、V ラインとかね、そうそうそう、V ラインとか、V ラインとか、あ、なんか男の人だったらね、へそしたギャランドゥとか、本当ですよ、ああ、その辺の感じですよ、
それと同じように親さんの場合はあの柔らか、ソフトドーナツって呼んであげよう。ソフトドーナツ。ソフトドーナツいいじゃないですか。頭頂部ソフトドーナツもやめて。ソフトドーナツっていいと思いますよ。危ないだもん。もうザビーよりは絶対いいですよ。ソフトドーナツ現象っていう。本当でそれはだんだん本当にポンデリングみたいな。ポンデリングみたいな言い方。確かに。ソフトドーナツ型脱毛。もうやめて。もう少し言い方ないもんですよね。いいじゃないですか。ソフトも本当ハードになっちゃうからな。ハードドーナツはね、見応えあるからね。見応え。大人のシャンプー貼っとってもいいけど、ね。そこまで行ったらもうマスターとピューちゃんとこ行って。ああそうそうそう。もう反り上げですよ。ですね、ソフトドーナツ化現象っていうね。本当ですよ。もうツイキャス生配信。ツイキャス生配信、断髪式やりましょう。怖いな、もう。やりましょう。変態サミットと一緒にやりましょう。そうか、変態サミット。変態サミットと一緒にやりましょう。ちょっとずつ、刀を入れていくっていうね。みんな泣かないで笑ってたよな。ザバービロって。でも髪の毛をこうやって、まあ、よくほら、とこうやってね、ひげとか当たってもら、ね、はいはい、ってるとき、あっとか言う声ってすごい怖いじゃん。そうですね、ビクッとするよね。ビクッとするよね。お出血かみたいな思うんだけどね。なんか頭反り上げる、あっっていう。ちょっと真面目な小さい声ね、あっみたいな。流血騒ぎは勘弁してください。流血騒ぎ、おじさんなんか知らんけど反り上げたんだけど頭真っ赤みたいやめてもいや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 もうとても楽しいわ本当いちいちあっていうのが、ね、嫌なんだよねそうですよギターの本数と紙の本数どっちがですかさあら今ギターに決まっとろうがどっちも少ないっすいや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 少なくとも60までは生きられるんだあ高見占いで60って言われたの60でハゲるっていうことは、うん、50ぐらいからだんだんソーシャルが始まるよって話だよねそうなんですよ私だってそうですうん0から100じゃないからいきなりじゃないからね0から123って2ねそういうねあスタートしていくんだねそういうもんやぜ高海ですよ諦めもう諦めそのためにはね毛の重さをね、やっぱり軽くしていくこと大事やで、ねそうですよ。本当ですよ。大事大事。そう。今でもそんなね、羨ましいヘアスタイルはできませんよ。そうなんですよ。そうなんです。コレコちゃんね、このコロナ禍でこんなに笑えることが大事なんよ。そう。文言自体がソーシャルディスタンスを、あ、ちょっとお前と近いから、みたいな。じゃあ俺抜けとこう、みたいな。やめてくれって、それだけは。なそういう感じなんそういう感じになっちゃうんですよね徐々になりますよ徐々に抜けて今までねこうサイコロの目がさ6あったところがなんか5になってな次真ん中俺抜けとくわみたいなで4になってなやっぱ近いかと思って3になってなほんでこう3になったやつが2になってなあでもこれでも近いかっつって1になるそうそれも真っ赤な流血の1だよねそうまあそんなもんなんですよ真っ赤な流血の1ね本当ですよいやもう、ね、はいさよならって、ね、さよならって言って最後に1本だけ根性で残ってるって、まあ、借り入れ時そういうことだねそう人生の借り入れ時かもしれないねこれ本当ですよねもう大変ですよ。ガラマスさんも泣いてるな。ガラマスさんもドーナツ化現象が始まってるから。ソフトドーナツ。気をつけよう。気をつけよう。ですよ。気をつけよう。世の中多いですよ。大丈夫。男は耳の上は抜けないから。大丈夫、大丈夫。そうですね、大丈夫。耳の上は絶対抜けないから。そうですよ。もうね、丸々つるっぱげていないんだよね。そう頑張れモコンみたいな。随分力強いですね。
本当だよ、おやさん、頼むよ。本当ですよ。本当にあのね、あの朝起きたら、頑張れ、モコンって言い続けるっていうね。そうですよ、もうオリンピックと同じぐらい、もうね。そうそうそう、頑張らないと。頑張らないと。頑張れ、一本みたいなね。中火たドリンクじゃないんだ。頑張れ日本じゃないのか。頑張れ一本だから。一本を大事にし、そうそう。頑張らないと。一本を笑うものはね。一本に泣くからね。一本に泣くよ。本当ですよ。もうすでに泣いてるんだからかなり。大泣きですよ全く。本当に。おっさんはもう根死んでるんですか、ひろみさんとこのねご主人は死んでるんですか。いやいや、それは頑張れ一本って言ってください。一本だけ出てくるって見てるだけかもしれないじゃないですか。わかんないわかんない。十二トイロで本当に本当ですよ。本当に頑張ってね、一本ずつを頑張っていただきたいということでございましたね、おじさんね。明日よろしく頼みますね。リハーサルの話しないで、もうこの話で終わっちゃったじゃんかよ、まったくもう。リハーサルの話する必要あった？なかったよ。なかったね。要するに明日ちゃんと時間取ってねって、俺の時間も取っといてねっていうことを言いたかった。ああ、気が向いたらね。気が向いたら勘弁してくれ、それも。気が向いたらね。でも、毛根も時間もなくなっちゃったら困るわ、全くもう。いやいや、一本だけブーって長くして、一本だけをぐるぐるぐるって編んで、それを乗っけるっていう。乗っけるっていう。どういうこっちゃ、それは。そう。はい、というわけでございますね、はい、おやさんありがとうございました。お騒がせしました。はい、おやすみなさい。おやさんでした。ありがとうございました。おやすみなさい。いやーね、もう今ね一生懸命こそれんしてる最中だったと思うんですけれどもね、おやさんありがとうございました。明日よろしくお願いいたしますということでございまして、もう結構いい時間になったなね。じゃあ、まあ、せっかくだからね、ちょいとだけ、顔でも出しとくか。もう毎度毎度ね、これ顔出しするのって結構しんどいんですわ。お忙しい中確かに。まあせっかくなんだね、じゃあ出しとくか、ね、はいどうも、はい、竹本です。ね。改めまして、竹本でございます。ねえ。うん。いや。はい、ありがとうございます。こんな感じでございます。いつも通りでございますね。いつも通りでございます。まあ、土曜日の夜、こうやってね、くだらね話をしながらね、一週間のね、この、いろんなものとか、ストレスとかをね、なんとなくこうパーンと、あとも、ってのじゃしんどいですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ねえ、すみません、ありがとうございます。ねえ、このなんかパーンとなんかこう晴らせる時間っていうのがね、これ大事なんですよ。これね、ストレス発散の時間って大事なの。ごめん、ありがとう。竹ちゃんありがとう。すみません、ありがとうございます。あら、ゆみちゃん、ありがとう。よしよしよし。ありがとうございますね。ありがとうございます。あ、ラスカさん、ありがとうございます。あ、なみちゃん、ありがとう。よし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 。あ、ぬらちゃん、ありがとう。よしよしよし。あ、ラスカさん、ありがとう。ありがとうございます。ピンク衣装。ね、ピンク衣装。ね、ブルムちゃん、ありがとう。すげえな、20個か。いや、俺、絶対。喜ぶ。みやちゃんありがとう。ありがとうございます。ね、笑うって大事。まさみちゃんありがとう。笑うって大事なんだよ。やっぱり。うん。これね、やっぱりね、笑顔って大事。なんかね、この、今、まあ、今日もね、俺、ちょっと散歩っていうか、まあ、用事で、表を歩いてて、なんとなくやっぱり感じたの。まあ、ここからここまで、こうやってマスクしてた。グレープちゃんありがとう。よし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 。ありがとう。よしよしよし。あらかさんありがとう。よしよしよし。ね、こっからここまで塞がってるんですか。まあ、鼻も入れましょうよって話になってから。で、ここからここまで塞がってると、ほぼほぼ人間の表情ってないんだよね。
目で笑える人って本当少なくて、目でね、あーまこちゃんありがとう、すいませんありがとうございます、目で表情をきっちりと表せる人ってすごく少なくて、あーきもちゃんありがとう、よしよしよし、ね、ほんとそんな、だってこんだけなんよ、こんだけなん、あらららららら、ら、あみかこちゃんよし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 、すいません、セクシーシンガーお茶箱ありがとうございます、ほんと、あけみちゃんありがとう、よしよし、いや本当に、まあね、もうちゃんとストレスは飛ばそう、ちゃんとストレスは飛ばそう。で、その口が隠れてるっていうことで思ったのは、あ、人がやっぱり表情をちょっとずつちょっとずつ、なんかこう失いつつあるのかもしれないなっていうふうに思った。やっぱり隠れてるっていうだけで、何なんし、喋んなくていいじゃん。まあ喋んなくて、あ、ゆうちゃんありがとう、よしよしよし、喋んなくていい分だけ、なんか人とのコミュニケーションっていう、まあ当然ちょっと距離を取りましょうみたいになるやん。なんかそうなってくると、なんかこう体から伝えるものっていうのがちょっとずつ引いてる感じがするんだよね、お互いが。それがすごい大事だと思う。あ、ひとみちゃんありがとう、ありがとうね。マスクの中でも一生懸命笑うこと、あとまあね、自宅でこうやって、まあ、ツイキャスなりなんなりっていうのを聞いてね、なんで笑うっていうこと、なんかこうくだらねえ話でいいんだよ、くだらねえ話。ああ、さゆりちゃんいいね。子供相手の仕事。そうなんですよ。目で笑って言葉でも伝える。あ、みーちゃんありがとう、ありがとう。ね、本当に大切なことだと思う。やっぱりね、大事。あ、じゅんこちゃんありがとう、ありがとうございます。いや、本当に、それはもう、ちゃんと中で笑えてるかどうかっていうのを確認する自分がいないといかんなっていうふうに思います。ね、それが表ではばかられるんだったら、ね、こうやって人がいないところ、自分のこのね、その自分だけの世界でいいから、でその中で思いっきり笑えるかどうか、思いっきり笑えるかどうかっていうところなんで、まあこうやってくだらない話じゃないですか、何の足しにもならない、何のためにもならないけれども、なんかそれを聞いてゲラ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 って笑えるっていうのが、うーん、笑顔、そして笑声、あー、なるほどね、さすがうちのチーフ、ええこと言うわ、亀の甲より年の甲、こら、あけみちゃんありがとう。どうぞ、あのね、理屈はいらないよ、理屈じゃない、なんか笑うっていう、笑うっていうことでなんか抜けていく部分っていうのが大事なことなんよ。どうしてもやっぱりさ、気持ちが内側にこうしゃがん体つけた馬みたいになってるやん。あ、ゴンちゃんまだ立ってて、ごめんごめん、ずっと立ってました。教室の中入っとるね。入っといて入っといて入っといて、よかったよかった、入っといて入っといて、残りわずかやったけどな。なんかこれなんとなくさ、なんか視界が暗くなってる感じがするじゃん。なんかほら昔でいう水中メガネをね、こうやってつけてるような、で笑えないっていう人がね、圧倒的に俺はね増えると思うんだよね、今の時代って。だからもう気にしないでいいから、気にしないでいいから、バカみたいに笑える、笑顔でね、そうそうそう、子猫ちゃんもいいこと、笑顔で終われる一日、そうありあってほしいじゃん。立ってたら貧血になってたら保健室に行くのか、しょうがねえ。じゃあちょっと寝かしてもらってき、目が覚めたらコーヒーでも入れてもらい。あ、それ俺か。説教部屋も空いてるで、説教部屋も空いてんだね。そうなんだよ、これね、これ大変なことなの。まあ全てにおいてね、喋るっていうことになるとやっぱり声を出して、で一人で喋ってるっていう、まあ今俺は一人で喋ってるんだけど、これですごい特殊なんだけど、ああ秋葉さん遅いわ、帰りなさい、はい、お疲れ様です。とりあえずバケツ2個持って廊下で立っててください。こら
あ、当たってるわ。素晴らしい、素晴らしい。お、偉、ね、い、ゆみこちゃん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。友達エピソード。すみません。もうね。うん、来週のマシンのテーマね。ああ、なるほど、なるほど。これね、すごい大事なこと。だから、笑顔で過ごすためには、やっぱり自分がちゃんと笑顔で、過ごすっていうこと。過ごすっていうことが大事。でも、この中で、いかに笑顔が、できているのかっていう。ね、保健室に行ったら高杉が寝てた。あれは親方、我は俺じゃないっす。ね。俺解けって転がしてるね。うっかりスマホのバッテリー切れて、ビーシュにしちゃう。ああ、そうか。ああ、どうもさんいらっしゃい。ね、ありがとうね。書き込んでくれてありがとうね。まあね、何もなくても、ね、その、通りすがりで聞いてくれても、ああ、たかちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ね、そうそう、一言声をかけてくれるとありがとうね。そうなんよ。まあ、な、くだらないことでいいんだ。本当にくだらない。だから、いわゆる作られた笑いっていうのは、あ、うまいなって思うけど、なんか腹抱えて笑うってなかなか難しいんだよね。瞬発力がありすぎて。うん、やっぱりそのプロの笑いっていうのはね。いや、そうじゃなくて、なんかこう、くだらねえ中の、その、会話、日常的なこの会話の中のわちゃわちゃってした笑顔っていうのは、大事なことだと思いますんでね。まあ、まあ、これからもね、ずっと、ある程度は続けてやっていこうかなと。親方か、あったか、笑った時の顔38歳、怒った時の顔68歳、やかましいやん。なんでや。なんで30を増すんよ。あ、対策でレバー食べてきたって。貧血対策だ、さすが。さすがだ。さすがや。用意がいい。ああ、そうなんだ。だから、いろいろなことがあるけれども、なんかね、こう、一日の終わりぐらいは笑顔で過ごしましょう。うん。で、その、一週間積み重なったことは、一応土曜日に、なんとなく憂さ晴らしましょうと。ね、今ね、いろんなところでなんかこうマンボウっていうのが始まってますけれども、うん、まあ、結局だからその形がどうこうじゃないんだよ。形がどうこうじゃないの。だって俺たちやることはもう全然何一つ変わんないから、ね、何一つ変わんないんですよ。だって気をつけてることなんでさ、ごめんね、ねえ、これ気をつけないとさ、気をつけてっていうか、もう早く終わっていくんねえと、俺たち本当に商売上がったりだから。死んじゃうわ。ねえ、ライブ回ってない。本当にね、あ、言い直してきたんだ。そこさ、ナイス。これだったら OK。これは OK。これは清掃だから。ああ、ねえ。ねえ、ゆっくり寝てくださいよ、本当にね。ツボを抑えてらっしゃる。本当だわ。まあでも本当にね、笑って過ごせる日が、まあ週に何回かあるっていうだけでね、なんとなくいいじゃないですか。ああ、一日一生、ああ、いいじゃないですか。ああ、一生笑って、ああ、いい。ライガさん、ええこと言うわ。さすが社長。残業続き。素晴らしい。あ、秋元さんに行くとありがとうございます。あの教室入ってきていいよ。おしゃれで曲げのようにそうなるとちょっとね、そうなるとちょっと意味合いが変わってくるけどね。可愛いじゃないか。可愛い可愛い可愛い。春ですからね。まあというわけでね、まあなんかこうね、まあ、前回も言ったけど、春っていうのは確かにいい時期ではあるんだけど、いや心が一番動いてしまう時期でもあるからね。ほんとそういう時になんとなく上げ下げを感じてしまうと、なんかこうバランスが崩れる人が多々いる。それはちょいと気をつけた方がいい。なんで自分のそのフラットな位置はここですよ、フラットに直行ですよっていうのを確認していく作業っていうのが、この時期はとっても大切になるのかもしれないなというふうに思いましたね。というわけでございましてですね、もう間もなくね、あれですな、間もなくあれですなじゃ分かんないよな。じゃあ最後に何かけようかいな、何かけようかいな、あ、
カリンでもかけますかね。今この時期、うん、花の時期、いろんな花がたくさん、うーん、のにあります。都会であろうと、うん、ね、延べであろうと、本当にたくさんの命が一気に吹き出してる時期、ですね。いろんなところに目線を移してみてください。そうすると いろんな素敵な花、いろんなものに、出会え。今日の話は魔法瓶から猛攻までね。よし、よかった、分かった、分かった。いや、もうどっちかっつったら猛攻から猛攻からソーシャル猛攻。毛根のソーシャル毛根にこだわらないよ。いろいろね、目線を広げてみてくださいというわけでございまして、本日もお付き合いいただきありがとうございました。それじゃあ良い週末を。アラブルムチ、ありがとう。おやすみなさい。Oh.
今年もまた色